コパアメリカ2011は2011年7月1日から7月24日にかけてアルゼンチンで開催された第43回目のコパアメリカである。ウルグアイが6大会ぶり15回目の優勝を果たし FIFA コンフェデレーションズカップ2013への出場権を獲得した。準優勝したパラグアイはグループリーグ3試合ともに引き分け。 さらに決勝トーナメント2試合も公式記録では、引き分け扱いの PK 戦の末勝ち上がったため、90分及び延長での勝利がないまま決勝進出した。全員5試合引き分けでの決勝進出は、大会史上初だった。大会は、コンメボル加盟の10カ国及び招待国のメキシコとコスタリカが出場する。UEFA は、大陸選手権に異なる。 大陸連盟の加盟国が参加できなくする提案を行っていたが、最終的に招待国の参加は承認された。メキシコは2012年のロンドン五輪を目指す22歳以下のチームに23歳以上のオーバーエイジを5人加えたチームを派遣としているが、コンメボルでは招待国がフル代表を派遣しない場合には、今後の招待は行わないとコメントしている。 本大会には当初、コスタリカではなく、日本が招待されたが、同年3月11日に発生した、東日本大震災の影響で、J リーグの試合が延期。本大会に参加するためリーグ戦を中断する、予定であった7月に延期分の振り返し試合を行う、必要に迫られたことと、海外のクラブに所属する。 日本人選手の派遣が認められなかった事情から出場を辞退。これを受け、コンメボルは日本の代替出場国としてコスタリカに出場を打診し、コスタリカ側も出場を承諾した。出場を辞退した日本だが開幕戦の前に日本に親愛の気持ちを伝えようというアナウンスともに日本の国旗がスタジアムを半周するセレモニーが行われた。 日本代表は、次回、2015年のチリ大会に代替して、招待出場する予定が一度は決まっていたが、それを辞退している。これは、国際サッカー連盟の内規により、大陸別選手権への選手の拘束は1年につき、1大会のみ有効とする取り決めがあり、日本代表は、同年1月に行われた AFC アジアカップに出場しており、 特例が認められない限りは、コパアメリカへの参加ができないことになっていたためである。決勝戦が行われる、エスタディオ・モニュメンタル、アントニオ・ベスプチオ・リベルティ・グループ A、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2グループ B、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、 チームにチーム一 v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  チームにグループ C、チーム一 v チームに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 チーム 1V、チーム2各組三位チーム準々決勝、チーム一 v チームにチーム一 v チームに チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2準決勝。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム23位決定戦。チーム 1V、チーム2決勝。チーム 1V、チーム2。ありがとうございます。